3地スーパーハウト4号京都行きです。重積後ろ2両1号車と2号車です。その列車のご利用には乗車券、定期券、IC カードの他に別料金となります。特急券が必要です。青春18切符ではご乗車できません。ご注意ください。
たします。列車はおよそあと5分で次の姫路に到着をいたします。お出口は右側5番乗り場の到着です。姫路駅での乗り換えのご案内です。新幹線ご利用のお客様は一度ホームを降りられまして、2階新幹線乗り換え口へお越しください。のぞみ104号東京行き10時53分11番乗り場、さくら542号新大阪行き10時58分11番乗り場、ひかり506号東京行き11時5分11番乗り場からの発車です。ひかり501号岡山行きは10時39分12番乗り場、のぞみ81号広島行き10時43分12番乗り場、奈良線では JR 神戸線加古川西明石に先に着きます。新快速大見市の地域は10時27分、次は同じホーム向かい側6番乗り場、すぐの連絡です。西明石までは各駅に停まり、西明石から快速となります。普通安行き、10時32分、次は同じホーム5番乗り場。バンタン線特急浜風1号浜坂行き、10時44分、ホーム変わりまして7番乗り場。普通寺前行き10時52分、ホーム変わりまして1番乗り場。西新線播磨新宮行き10時50分、ホーム変わりまして3番乗り場からの発車です。山陽電鉄ご利用のお客様もお乗り換えです。この列車の3号車と2号車の間にお出口はございません。指定席3号車ご利用のお客様は前の扉から、指定席2号車ご利用のお客様は後ろの扉からお降りください。
スーパーフット4号京都行きです。この電車には乗車券の他に特急券が必要です。特急スーパーフット4号京都行き発車いたします。前にご注意ください。
て、お降りのお客様、ご乗車ありがとうございました。まもなく、明石です。お出口は、右側、4番乗り場に着きます。JR 神戸線、鳴海、須磨方面の通電車、快速電車は、階段を降り上げまして、隣のホーム、2番乗り場へお越しください。神戸方面の新快速電車は、着きました。同じホーム、4番乗り場でお待ちください。2号車と3号車の間には、出口がございません。2号車のお客様は、後湯の出口から、3号車のお客様は、前湯の出口からお降りください。電車とホームの間が広く空いております。お湯のお客様は、お足元にご注意ください。明石の次は、三宮に止まります。山陽電車をご利用のお客様は、お乗り換えです。We will soon make a brief stop at 明石。After leaving 明石、We will be stopping at 三宮。列車即将到达明石站。明石的下一站是三鞠躬站。이번역 아카시입니다. 아카시 다음역은 산노미야입니다. 前方に見えておりますのは、本州と淡路島を結ぶ
全長3911メートルという世界一の長さを誇る吊り橋、明石海峡大橋です。これから延命遺体の地、熊野浦へと対岸は、夏は海水浴場でにぎわい、そして天守を通して月が楽しめる高田の方向でもあります。瀬戸内の海に浮かぶ壮大な雪景色をどうぞご覧ください。
出口がございません。2号車のお客様は朝湯の出口から、3号車のお客様は梅園出口からお降りください。三宮を出ますと次は大阪に止まります。 JR 神戸線六甲道住吉方面の普通電車、快速電車は着きました。同じ方の向かい側、地盤乗り場でお待ちください。芦屋長ヶ崎方面の新快速電車は着きました。同じホーム、地盤乗り場でお待ちください。阪急、阪神、オートライナー、地下鉄線をご利用の客様がお願いです。電車とホームの間が開かれております。お願いの客様はお待ちのとにご注意ください。We'll soon make a brief stop at San Nomiya. After leaving San Nomiya, we will be stopping at Osaka. 列车即将到达三鞠宫站。三鞠宫的下一站是大阪站。이번역산노미야입니다산노미야다음역오사카입니다
ため、お急ぎ様、ご乗車をございますが、あとおよそ5分で大阪に着きます。お出口は台場が11番乗り場に着きます。お乗り換えのご案内をいたします。北陸線方面、福井金沢方面へ参ります。特急サンダーバード19号金沢行きは、今から11番乗り場から全日空の通日本発車です。JR 京都線、茨城、高槻に行きます。快速電車、茨城行きは、ホームが変わりまして、8番乗り場から全日23分発車です。各駅に止まります普通電車高槻行きは長岡乗り場から全日25分発車です。 JR 宝塚線下谷川西線下谷に先に着きます。普通電車宝塚行きは6番乗り場から全日30分発車です。高山寺宝塚3番に先に着きます。関西直新幹線行きは3番乗り場から全日35分発車です。関西紀州日快速関西空港和歌山行きは1番乗り場から全日38分発車です。奈良方面大和日快速この行きは1番乗り場から全日28分発車です。大阪環状線、西九条、天津道、天王寺方面へお越しのお客様は1番乗り場へ。京橋、大阪城公園、豊橋方面へお越しのお客様は2番乗り場へお越しください。阪神、阪急、地下鉄線をご利用のお客様はお乗り換えです。2号車と3号車の間に出口がございません。2号車のお客様はアトレの出口から、3号車のお客様は前の出口からお降りください。お降りの際には座席、持ち物をお確かめくださいまして、お忘れ物バリをお寄せください。
4号京都駅です。途中の停車駅は新大阪です。この列車には乗車券のほかに特急券が必要です。この列車は福井金沢方面に参ります特急サンダーバード号ではございませんので、お乗り間違いのないようお気をつけください。まもなく発車いたします。ご乗車の方は車内にお待ちください。自由席は1番車の車、1号車と2号車です。
ター各と4号行田行きです。次は終点の乗車です。これが今井川が0番乗り場に到着いたします。京都には10時47分に着きます。琵琶湖線、湖西線、長野、山陰線、JR、奈良線、北陸線、新幹線、近鉄線、地下鉄線もご利用の皆様はご覧ください。
です。お出口は左側、0番乗り場に到着をいたします。お乗り換えのご案内をいたします。新幹線のぞみ16号東京行きは12番乗り場から12時1分発車です。宮古線新快速電車米原経由大見千代行きは2番乗り場から12時ちょうどの発車です。各駅に停まります通電車米原行きは同じく2番乗り場から12時7分発車です。国鉄線通電車博多行きは3番乗り場から12時56分発車です。長野山陰線普通電車神岡行きは33番乗り場から12時57分発車です。福島行きにお乗り換えいただきます。快速電車野々部行きは32番乗り場から12時8分発車です。奈良線宮古寺快速奈良行きは8番乗り場から12時3分発車です。福電車道行きは9番乗り場から12時7分発車です。福井金沢方面北陸線特急サンダーバード19号金沢行きは0番乗り場から12時10分発車です。お忘れ物ないようお気をつけください。